最新1127話で書かれたブロックの世界。ここがエルバフなのかはまだ不明ではあるけど、みんなの予想通りエルバフ編は北欧がモチーフであることは間違いなさそうです。が、絶対にそれだけではないのが尾田先生。ドレスローザにスペインだけではなくイタリアの要素も混ぜていたように、エルバフ編にも他のモチーフがあると予想できる。ではそれはどこなのか、その根拠は。短めの動画ですので最後までお付き合いください。では行きましょう。900年前にジョイボーイと共に戦ったかは別として、ジョイボーイと友好関係を結んでいた国には古代兵器のありかを示すポーネグリフがあると考えられる。アルバスタにはプルトンのありか、シャンドラにはポセイドンのありか、竜宮王国、モコモコ王国、ワノ国にはラフテルのありかを示したロードポーネグリフ。僕はウラヌスはラフテルにあると言い続けていますので、ロードポーネグリフが示すのが古代兵器のありかとも言えます。そうであるなら、ビッグマム海賊団が所持していたロードポーネグリフは、もともとエルバフにあった可能性が高い。エルバフ以外の5カ国に共通のイメージが持たされているなら、それがエルバフのモチーフのヒントになると考えられる。あるんですよね、5カ国の共通点。それは、天空都市のイメージです。一つずつ見ていきましょう。イメージ1。シャンドラがあったのは空島ですので言うまでもありませんが、この場合、900年前にどこにあったとかは関係ありません。あくまで天空都市のイメージがあるということです。イメージ2。ポモ公国があったのはズニーシャの背中。クラウトという名前の通り、雲と同じ高さにあります。都市の中にも雲が描かれていますよね。イメージ3。ワノ国の高さはイメージしがたいかもしれませんが、すき焼きの説明の絵を見る限り、明らかに雲より高い位置に国を移しています。イメージ4。竜宮王国、海底1万メートルなんですよね。ですが、魚人島にはなぜか空があり雲もあります。王宮があるのはその空の上なんです。海底ですけど、天空都市のイメージになってるんです。イメージ5。アラバスタ王国の王宮は大地の上にありますが、さすがにこれを天空都市とは言えません。が、尾田先生ちゃんと仕込んでます。アラバスタといえば中東、南アジアがモチーフですよね。例を挙げると、王宮のモチーフがタージマハルであればインド、ビビの好物のムルキーヤはエジプト、コブラの好物のコナーファは中東のお菓子、チャカの好物のコシャリはエジプト、ペルの好物のコフタはキョフテなどいろいろな呼び方があるようですが、コフタと発音するのはインドでしょうか。このようにアラバスタ王国は中東、南アジアがモチーフ。そう考えると気になる扉絵があるんですよね。それがこちら。アラバスタへ向かう途中の第144話の扉絵。民族衣装のような服を着たビビとナミが描かれているのですが、注目したいのはここ。遺跡のライオンの口から階段が伸びている。この絵のモチーフである遺跡が南アジアにあるんです。それはインドの東にあるスリランカのシーギリア。現在は形を残していませんが、本来はこんな感じでライオンの顔があったんです。扉絵のライオンと似ていますよね。このシーギリア、スリランカのマチュピチュなんて呼ばれ方もするんです。実際はマチュピチュほどの高地にあるわけではありませんが、イメージが大事なんです。マチュピチュが天空都市のイメージ。ワンピース新聞ジャックでも、日本のマチュピチュと呼ばれる竹田城跡のある兵庫県に、空島出身のウルージが割り当てられていますしね。ここまで天空都市でイメージが統一されているなら、エルバフのモチーフにも天空都市が採用されていそうですよね。ここからいよいよエルバフの話です。これは X で考察をされているキャンパンさんがたどり着いた仮説なのですが、エルバフにはインカ帝国のイメージがあるのかもしれません。キャンパンさんがどうやってインカ帝国の可能性に気づいたのかは長くなりすぎるので今回説明はしませんが、インカ帝国といえば天空都市マチュピチュ。ちょうど僕がシーギリアのことを考えていたタイミングだったので、キャンパンさんの話を聞いてこれだと思いました。インカ帝国とは南米のペルー、ボリビア、エクアドルを中心にケチュア族が築いた帝国です。1533年、フランシスコ・ピサロ率いるスペイン人の侵攻を受け滅びました。もしインカ帝国がエルバフのモチーフなのであれば、エルバフにアバロ・ピサロが来るかもね、なんてキャンパンさんは話していましたが、蓋を開けてみれば第1127話でアバロ・ピサロを連想させる王冠をかぶった猫が登場しました。さらにこの猫はなぜかライオンに変身しました。アバロ・ピサロもニャーなんて言っていますが、見た目はライオンっぽい。やはりインカ帝国モチーフありそうです。冒頭で火事が起きていたのは何かに引火したからではないでしょうか。インカについて現状できる考察は以上ですので、ここからは第1127話の深掘り考察をしていきます。尾田先生は本格的な戦闘が始まる前のギャグ描写に空白の100年のヒントを仕込む傾向があります。そこでまず注目してもらいたいのが、ナミが遭遇した愛くるしいハリネズミ。ハリネズミは以前にも考察しましたが、イムのヒント動物です。考察界隈では仏という漢字はイムのヒントだとされていますよね。つまり仏のトノヤスもイムのヒントキャラ。トノヤスの正体はハリネズミのヤスでした。これをつなげるとハリネズミもイムのヒントということになる。さらにこのハリネズミ、なぜか鳴き声がピー。実際のハリネズミの鳴き声って全然そんなんじゃないです。ということはこのピーはアルファベットの16番目である P を表している。16はイムのヒントナンバーだとされていますよね。ただこれ変じゃありませんか。イム様は天空都市ともいえるマリージョアの王。ハリネズミよりも猫の方がイム様のヒントとしては適している。ただこの違和感も僕がこれまでにしてきた考察の通りであれば問題ないんです。僕はネロナイムがジョイボーイの本名であり、ジョイボーイとは通り名のようなもの。イム様と呼ばれている人物はネロナイムになりすましていると考えています。それを踏まえて次に注目したいのがこのセリフ、太陽神様に報告した方が。ここがエルバフなのかは疑わしいですが、エルバフの太陽の神はニカですよね。現在はルフィがニカですから、ニカではないのに太陽の神のふりをしている奴がいる。耳神と太陽神様という呼び方からもわかるように、太陽神様は偉い地位についている。多分王宮にいますよね。そう、太陽神様、多分この猫です。巨大ウサギが外見の特徴である長い耳から耳神と呼ばれていたように、太陽神も動物の外見の特徴を太陽と表しているのではないでしょうか。太陽はひまわりとライオンと同じイメージ。太陽神、ライオンのふりをしている猫。これが太陽神様の正体だと予想します。北欧バイキングがモチーフであろうエルバフで、太陽の死と復活のお祭り、冬至祭をやっていましたよね。実際のバイキングも冬至の頃にユールというお祭りを行っていたのですが、これ現代ではクリスマスのことみたいです。つまり太陽の神ニカはサンタクロース。僕はずっと前からジョイボーイはラフテルに封印されていると考察しています。ラフテルは物語の最後の島。物語の最後は FIN と書いてファン。島はランド。つまり物語の最後の島はフィンランドのイメージ。フィンランドといえばサンタクロース。やっぱりつながっています。僕は以前にワンピースは年末に向かって話が進んでいき、年が明けて新時代が来ると考察していますので、ラフテルがクリスマスであれば暦の上でもタイミングバッチリ。ここ数本の動画を見ていない方には伝わらないこじつけをしますが、ミッキーのイメージがあるジョイボーイ、ディズニーランドはカリフォルニア州から始まった。扉絵連載でジョイボーイを表す下脱は天使とされていましたが、カリフォルニア州のロサンゼルスはスペイン語で天使たちという意味。その隣にあるのがサンタもニカ。どうしてもこれが言いたかったんです。今回の考察はいかがでしたか？感想などコメントいただけると本当に動画制作のモチベーションになりますので、少しでも面白いと感じた方はチャンネル登録、グッドボタンとともにコメントもよろしくお願いします。ではまた次回。